冬月さんのスマホ画面、この前の研修旅行の。あ、これ綺麗に撮れたから。すみません、勝手にロック画面にしてて。いえいえ、あの花火綺麗でしたよね。冬月さんのスマホに俺が幸せ。危なかった。ロック画面はみんなの写真だけど、ホーム画面は可愛かったからつい。しまった、財布。あっ、なんでもないです。ホーム画面は小さくなった時のひもろくんだってことは秘密にしないと。